みなさんこんげろ、めだまです。今日はお友達のいちごちゃんと一緒にちいかわ飯店に来ました。私はそんなにちいかわは詳しくないんですが、いちごちゃんがドハマりしてるので今日は付き添いです。ちいかわってちょっとダークなんですよね。メイドインアビス的な感じですか？この鎧さんがボンドロド教みたいなので、より一層メイドインアビス味を感じてしまいます。スイーツ食べる？桃が食べる。超かわいい。桃が食べる。でもアルジゴクカフェと思い出スイーツも超気になるんで。思い出スイーツかわいいよね。ウサギが飲みたいが、私はマンゴーベースが飲めない。なんかプリキュアみたいなの。当たらなかったってこと？飲んだら美味しいって言ってんじゃん。めっちゃ作るや邪魔じゃん。いいよ。レモンも邪魔なんだけど。熱そう。嘘ですよ。絶対嘘じゃん。嘘だよ。嘘やめな。嘘だよ。嘘じゃなかったらどうすんの？かっけ。抜いていい？当たりだったらもう一本。外れ？分からんない。オーノー、はずれ。オーノーかな。え、お墓。お墓。お墓。すごい。お墓。お墓。やばい。声でか。これ食べて。うまい。また見た。当たり出ました。ありがとうございます。あ、はい、失礼します。やったー。何もろた？やったー。ステッカーもらった。宝くじ買って帰ろうか。調子乗り。最近の私の運やばいの知ってるでしょ？知ってる。あ、で今、人差し指がボロボロなんだった。唐揚げ美味しい。よかったね。唐揚げが美味しくて、うん、あの口の中が痛くなるタイプの唐揚げ、わかる？硬い感じでしょ。はい。
こっち普通のじゃなくて普通の。これ縫い入れられる。いってる。あ、黄色だから、ね。いいじゃん。オフィスカジュアルいけるね。ダメだ。それどういうこと？その服どういうこと？グッドスタンドか。15個まで買えるって。可愛いよ。見て。可愛い。欲しいかも。1個買うか。じゃあ私も1個買うよ。キョンシーができるじゃん。もう一個買われば。キョンシーが欲しい。私多分これがキョンシーだったらいいかな。福袋ホルダーこれで会社行ったらバレる。オフィスカジュアル行ける。え、こっち可愛くない？好きってこと。この色合い可愛すぎない？金宮の色じゃない？恥ずかしいな、ちょっと。私には照れが出てしまう。パフェ食べない。ここにあるの。ここにある。誰が出たんだい？ちいかわ。ちいかわいいじゃん。モモンガが欲しいっつってんだろう。モモンガが欲しいの。まだあとあるもんね。栗まんじゅうがいる、ここに。あ、色はモモンガっぽいけど。誰？見えない。これ誰？最後。これ誰？ラッコ。ラッコ。シャツ来い、やめてください。いや、あの、ね、パチとかやなくて、どっちより重い。というわけで。これにしたら、これで。うん。あ、マリオトラ。いいよ、じゃあちいかわから開けよ。はい、なにこれ。チェーンが出ました。チェーンが出た。当たりじゃないですか、チェーンが出るのは。疲れとる。暑さでやられとる。きちゃー。なに、はい、あ、やったじゃん。はい、勝ち。はい、勝ち。はい、おお、え、強すぎ。これ何？ワイが選んだモモンガ。あ、モモンガじゃん。パート2です。え、すごい。はい。すごい足。ラスト。押し出しちゃったってこと。押し出しちゃったってこと？当たりも出ちゃったしね。私だけ。じゃああんたの選んだ。私誰だろう。誰が欲しい？鎧さん。嘘でしょ。うん。誰でもいい。てん。お、あ、チーじゃん。あ、チーカワだ。ピンクチー。ピンクチーじゃん。一番普通のやつが出ました。お前重かったのにな。ゴテル髪が重かったのか。ああ、やばいやばい、ダメだ。あ、かわいいじゃん。なんかもしかして若作りしてる。こんなあれだわ。あ、ピンクのあれですね。見てんしゃい。あ、かわいい。でけえ。かわいい。ちょっと怖いかも。あ、かわいい。いい色出ました。水色ですか。水色ってか、ミントグリーン。水色だろ。オーシャンブルー。ゆきちゃんけど。ゆきちゃんっていうか。かわいい。かわいい。あ、かわいい。これのスケルトンでもかわいいね。でもかわいいっしょ、ゆきちゃんは。はい、以上本日のおたかつでした。
みんなももしよかったらこの自己代理人を見てくださいね。マジで両作アニメだと思ってます。久々に続きを見るのが止まらなくなったアニメで、脚本も作画も最高にいいです。何よりキャラの顔がいいですよね。男の子はかっこよくて可愛いし、女の子も可愛くてかっこいいです。グッズもね、この3人が主要キャラなのでランダムでも心が穏やかです。以上、布教活動でした。それではここまで見てくださってありがとうございました。お相手は、あだまでした。バイバーイ。